ハロウィーンを前に富山県南砺市では猫の仮装をした人々がサイクリングを楽しむイベントが開かれました。今年初めて開催されるイベント、スタート前から盛り上がっています。こちらではメイクアップアーティストによる猫メイクが行われているんです。私のマスクも描いていただきましたよ。このイベントでは東京の神楽坂で開催される化け猫フェスティバルが元になっています。神楽坂と南砺市は8年ほど前から相互にイベントを開くなど、まちづくりにおいて深いつながりがあります。今日は神楽坂からコスプレの女王も訪れ、イベントを盛り上げました。まあ、友達に誘われたっていうか、まあ、こういうイベントも面白いかなと思って。いつもはもう真面目な仕事一筋です。これ部下とかに見られたらどうですか？あ、ちょっと惹かれるかもしれませんね。にゃんとコスプレサイクリングと題されたこのイベント、小学生から70代までの18人が猫になりきってスタートしました。神楽坂では猫たちの大行進が見られるそうですが、富山では猫たちによるサイクリングです。参加者らは途中観光スポットに立ち寄りながらサイクリングを楽しみます。こちらの神社ではお参りしたりお守りを買ったりしてもいいそうです。ちょうど七五三の参拝で訪れる人も多かった高瀬神社。サイクリング猫たちも可愛いお守りを見たり参拝したり、思い思いの時間を過ごしました。爽やかな秋晴れのもと、富山の自然を満喫した参加者たち。南砺市観光協会はできれば来年も開催したいと話しています。